皆さんこんにちは、カズです。今日は10月4日大学第1週が終わった週末ですね。僕は金曜日が全休なんで、金土日の3連休がこれから毎週やってくるんですけど、まあこの動画はちょっと今大学行ってない日何してるのっていうのをちょっと見せたいなと思って、まあ僕は友達とかはインスタのストーリーとかで知ってるんですけど、まあ YouTube の視聴者の皆さんに僕って普段こういうことしてる人間なんですよっていうのを見せる動画にしようかなっていうふうに思います。今ここで何をやってるのかっていうと、こんな感じでクランプっていう、まあ挟んでおく道具で一緒に何かをしている謎の状態なんですけど、これは段ボールですね。この段ボールを細かくちぎったものをこのミキサーにかけて繊維状にするんですよ。で、その繊維状にした段ボールを、まあ、型にこうやって流し入れて、造形をするっていう新しい、まあ、新しくはないんですけど、まあ、私的に新しい試みを、しているっていうところです。まあ、普段は僕は段ボールアートを作ってて、まあ、この辺に作品がいっぱい置いてあるんですよね。ちょっと見せましょうか。はい。まあ、デザートイーグルっていう銃とか、まあ、あとは、ネット上で拾ってきたデザインを元にして作ったアートとか、あとは腕時計とか、まあ、いろいろ段ボールで、まあ、アートを作ってるんですけど、こんな感じですね。はい。で、このアート制作に、まあ、新しい作り方、っていうのを取り入れることができないかっていうので、今やってます。で、まあ今日は、まあここまで、作り終わって、まあ今中に完成した、まあ、金型の中の段ボールがあるんですけど、それを取り出してどういう風になってるかっていうのを見るんですね。で、その後、じゃあこれをこういう風に改善したらもっと綺麗に造形ができるとか、まあ、これがうまくいってれば、それはそれで次のステップに進むっていう感じで、今日はそういう日になってます。はい。で、ここに、まあ、こんな感じで今机のクランプを映してるカメラがあるんですけど、これを取り外すところを今からこんな感じでガチャッと撮っちゃうところをカメラで撮ろうとしています。まあ、僕の段ボールアートの YouTube チャンネルがなかなかやっぱり動画投稿の頻度が遅くて全然成長していかないんで、もしよかったら興味ある方はチャンネル登録していただけると嬉しいです。で、早速ちょっとこれを取り外すところを撮影していきます。今撮影中ですね、これが。はい。で、まあ、こんな感じで取り外せたんで、これだけだとちょっと次のつながりが悪いんで、まあ、こういう時に大体、まあ、2カメっぽくこのカメラを動かして、ちょっと寄りで撮ってみたりとか、こんな風に下ろしてあげて、なんか近くにカメラを寄せて撮るとか、まあ、なんかいろいろ工夫して、動画のつながりっていうのをもっと意識した撮り方をしています。で、まあ今若干暗めなんでライトのバーを使ってちょっと光の量を増やしていきます。調整できるんですね。このもっと明るくしようとかも強くしたり、あと色味も変えれます。こんな感じで白くしていくこともできるし、逆に暖色にどん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 していくと、
まあ、僕はこのぐらいのあったかい感じが好きなんで、だいたいこんな感じ、2700から3000あたりで撮ってます。あー、やっぱりそうっすね。ここが一番うまくいかないだろうなと思ってたところです。こういう細かい隙間ができてしまうと、そこに段ボールが突っかかってそのまま固まって出せなくなってしまう、ちょっと動いただけで剥がれてしまうっていう問題がやっぱり発生しますね。この技術を使うのがなぜかっていうと、この段ボールってやっぱり平面なんですよね。例えばこういう小さいパーツを使うにしても、やっぱり元々はすごいこう平面のものなんで、例えばこっからじゃあこんな風に真球のパーツを作ろうって思っても、やっぱりここから真球にはならないですね。どうしても曲げたりしてもこんな感じで、どうしてもシワが出てきてしまったり、見栄えが悪くなったりとかしちゃうんですよ。こんな感じで、こんな風に何かもうあと一手間かける必要があるなっていう感じですかね。ですね。段ボールのアーティストとして、まあ、新しい造形方法に挑戦してるっていう段階です。まあ、普段は、まあ、上智大学に通いながら、まあ、友達に会って授業を受けて、また新たな2024年の秋学期が先週始まったんですけど、まあ、それと同時に、まあ、僕も家で、課題を終わらせた後には、こういう風に自分で実験をして、自分の好きなことを追求してるっていう感じですね。まあ、僕の YouTube チャンネルのヘッダーっていうんですか、プロフィール画像をもうなんかカッターで段ボールを切ってるとこだと思うんですけど、なかなかこのチャンネルで段ボールアートを作ってるとこっていうのを皆さんにお見せできてなかったんで、まあ、これを機に皆さんに僕のこの活動を知ってもらえたらなと思います。これからも段ボールアートをどんどん作っていくので、もしよかったら、まあ、このチャンネルの登録と、もう一個の段ボールアートの方のチャンネル登録していただけると非常に嬉しいですし、向こうのチャンネル登録者数が伸びていったら、まあ、すごく自分の中にも励みになりますし、最終的にはこのアート制作で活動を続けていきたいと思っていますので、もしよかったら応援よろしくお願いします。これで今日の動画は終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。